なにこれ、どうすんの、どうするのが正解なの。じゃあ、150cc でまずはカブカップから順繰り順繰りやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試験でボコボコにしてやるよ。さあ、もうちょっと超楽しみだな、これ。超スピードマジで。やっと見たね。あれ一人選べてないぞ、大丈夫か。あれちょっとあれ一人、ああ今危ない危ない危ない。原田、ミーが原田だからちょっと笑っちゃうんだよね、いつも。あまりにも本人。遅れてきたよって顔が出てくると笑ってしまう。ミートしまーす。はい、ミートしまーす。はい、ニューヨークドリームやっていきましょう。新コースでテストのためにね、この選択まではやったんで、どういうコースかを大体わかるような気もするんですけど。いや、もうコースがわけわかんないよね。どう繋がってんのか。おぉ。ツナザメフルコン。ああ、みんな早いね。早っ。この次は右だね。おーっと。あー、やべ、即投げしちゃった。お尻を守りたかった。道がわかんない。どっちなの？こうで？よし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 。待ってられる。真央くんか。うわー、やべ、後ろが。あーっと、クリボが。やばいやばい。道狭いよな。すごい接戦だ。おっと、リッピー。小顔って誰だろう。小顔って誰で、ちょいちょい名前わかんない人いるのに。3周目あ、コインが1枚もねえ。よいしょ。小顔誰だ。よし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 。7位か。いやー、みんな強いね。ナザメ？ちょっと違うんです。誰かがアガポーラぶつけたんです、私に対して。はい、最後、それ、漏れかも。僕もウィニング飛んできました。ちょっと、初手でウィニングはちょっと震えちゃうんで、やめてほしいです。ちょっと迷ったな、1周目、2周目、3周目、全部違うパターンな気がする。あ、なんかね、コース変えられてたね、確かに。そうだね。意外と走ってるから。もうどっかも全然知らないと思う。どこ走ってるか分かんないよね。うん、次は、マリオサーキット3でお願いします。ああ、いや、すごい。狙ってますよ。で、これは、これはスーパーファミコンの時代にあったから、絶対みんな知ってる。そうだね。知らない人ばっかじゃん。おじさん大興奮コース。おじさん、おじさん。それがリメイクされてるから。じじいどもがみんな興奮してるコースってことか、これ。そうですね。興奮してるやだな。ちなみに俺も興奮してます。みんな初見で行ってますからね。一回記憶を失ってほしかった。じゃあ、マイクミュートお願いします。お願いします。確かに見覚えはあるんだけど、僕、スーパーファミコンだっけ？マリオカートやってなかったからな。うわぁ、夏！この BGM めっちゃ夏！はいはいはい。なんかショートカットできるとこあったよね、確か。うわ
そこか。わあ。バキューバだ。バキューがどんなゲームでもうまいからな。うわ、曲がりね。うわぁ、キラーの箇所が狂気持ってる。やば、やばすぎるってそれ。後ろにトータスさんがいる。スター使ってこう。はいはいはい、トリッピーがいる。うわー、ここはショートカット絶対したい。3位守る守る。よし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 、3位嬉しい。あー、最後の赤暗い辛い、もう最後の赤マックスな、許せねえ。なんで中盤帯そんなカオスなんだ。もう地獄だよ。最初来ないと思ったんだけどな。あ、音楽やばかったんだよ、やっぱ。あ、音楽すげえじゃん。嬉しかった。エモかった。エモかった。じゃあ次はトリッピーが心折れたというカラカラ砂漠。カラカラ砂漠。まあでも僕どっちかというと世代的には64なんで。え、世代なのに心折れんの？ここめっちゃ良くなかった？いや、ここね、そんな走りにくいステージなくない？ここだと。楽しいっすよ、皆さん。関係ない人がいる。まるで自分が用意してきたかのような。皆さんね、ここは十分に楽しんでくださいね。デスゲーム、デスゲームの主催者みたいなこと言ってるの。踏切がどうなってるかマジで怖いな。あ、ほんまや。踏切や。あれなんか踏切で。列車でかでかと思ってるからね。ね。絶対いるだろうね。うん、なんか 裏技で、あの線路のとこ走るみたいなさ、トンネル入れるのかな、トンネル入れるのかと思ったら、じゃあミュートでお願いします。カラカラ砂漠夕方か、結構風強いね。砂ぼこりがやばい。あ、今回ね、貧困崩壊で走らせてもらってるんですけど、テラゾーがね、ダブルブッキングしたんで、テラゾーの代わりということでね、今回走らせてもらってますけど。いやー、このメンバーで走れてよかったわ。うわー、よいしょ。あー、ダブル取られない。あー、ちょっとやめてやめてやめて。結局当たるのね。ちょっとお金が、お金集めたい。お金。やばいやばい。ビリで金ゼロ。ビリでお金ゼロ。なんか滑って全然お金取れない。お、スターか。ほい。ほいほいほい。よしよしよし、ナイスナイスナイス。ちょっとコース変わってるよな。うわあ。やばい、取れなかったのきつい。砂ザメさんが前にいる。絶対にダブルダブル。オッケーオッケーオッケー、これはでかいよ。ゴール見えてる。うわー、最悪。よっしゃー、5位。あぶねー。わー、
線路行ってめちゃくちゃテンション上がったわ。なんか、うん、トンネルの中に突っ込んじゃう。トンネルの中初めて行った。テンション上がりすぎた。うん、もうちょっと初見じゃない、初見じゃないやつが1位取ってますよ、ちょっと。これ。結構ややこしかったからな。でも大丈夫です。僕も間違えちゃったからね。でもちゃんと僕も道間違えて、あの線路走って、ちゃんと授業にうーんって言ったのに誰も追いついてこなかったっす。多分ね、みんなトレした、多分。ね、なんか線路の中通ってめっちゃテンション上がって、初めてだ、初めてだって言ってた時、炭吐かれて何も見えなかった。炭吐かれて照明衝突だったりしちゃったら。もう、ここ魔改造されすぎっすよね。やばい、びっくりした。嬉しいサプライズだな。これは本当に。ね、うん。じゃあ、悪いリピンボールで。はい。全然知らない。ここは結構鉄球がすごい邪魔をしてくるっていうなんか DS のコースだった。そうですね。あ、でも Wii っすよ、これ。DS だったっけ？あれ ?DS、DS って書いてあるよ。おい、嘘つくなよ。Wii でリメイクされたんだね。浅いな。なんか 3DS の中でもあったかな、確か。DS って書いてあるの、左下、お前。じゃあ、ミュートでお願いします。やりましょう。じゃあ、ジグザー。何このステージ。最初からなんか変なゲートあんじゃん。それ右の方がなんかダッシュ版が多くて有利みたいな感じ。何これ。あ、あの鉄球を追いかけていけばいいの。鉄球の後ろを通っていけばいいの。到達3階時。うわー、どうすりゃいいんだこれ。お、トータさん1位じゃん。僕が2位。危ない。なにこれ。どうすんの、どうするのが正解なの。よし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 、フルコンさんが一緒に来てる。結構なんか差できてない。お、フルコンさんにいるこれ。うっと、これ結構半分きついな。曲がれんよ。走るのがやっとです。あーっと、後ろだな。トリピーに当たらんか。危ない危ない。おお、ナイス。いやー、くそ、どんどん抜かれてる。いや、ここきついな、ハング。ハングもきついぞ。ダブル取って。そろそろか？よしよし。うわぁ、最悪。取れなかったのきついな。あ、6位。え、そこで終わりなんだ。結構中途半端。ここむずい。めっちゃ楽しいけどめっちゃむずい。最後難しい。最後難しい。最後ゴールギュッと辺を置いたのは誰ですか。
私です。すいませんね、最後。事故だよ、これ。ギリギリ、ギリギリ最下位じゃなかった。危ねえ。ここ、なんか道細いからボム嫌やろうなって思いながら置いて。嫌なやつやわ。余裕で1位やと思ったらキラー飛んできたんやけど。いや、俺ね、正直全然、トリッピーなんか知らんけど、アイテムめちゃくちゃ良くて。もうキラーで1位まで行きました。そうそうそう。マジかよ。ハラナも飛んでくるしさ、なんかキラーめっちゃ来るなって思いながら見てた。今回だけはぶっちぎりやと思ってたのに。ね、多分トータスさんが前走ってるおかげでみんなアイテムダイナミックになったんですよ。めちゃくちゃ良かった。そうなんだ。そうそうそう。2位やのにもうスターだの。さあついてるとね。テレサだね。出てたからね、本当に。みんだけぶっちぎってたんだ。あれめっちゃ無敵出るやんって思いながら。いやー。なんかな。うん。ショートカットの位置が全然分かんなかったけどね、さっきのコース。いや、あのね、多分ね、マイコなんで多分ショートカないっすね、多分ここのコース。あ、そうなんだ。へぇ、なんか全体的に今回の4コース、エグいショートカなかったような、発見できなかった。いや、でも多分、あのね、SFC はめちゃくちゃ、あ、SFC、ああ、ダートの位置が確かに。やってた時に、これ、ダカイコなんだろうなって嫌な気分になるぐらい。いや、でも、ダカイコないとね、やっぱり。カラカラ砂漠も俺、10位ぐらいから3位ぐらいまで上がった。え、マジで？うん。あの、スタート、昨日さん、スタート昨日さん使って、ダート、突っ切って。直線で。そうそうそう。うん、上がったよ。じゃあ次は、プロペラカップで、また個人戦やろうと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。